今日は初めてのイベントを開催することができてとっても嬉しく思っています。日本 AB 女优吉泽明步5日来到韩国举行粉丝见面会，一登上就用韩文打招呼。来到韩国觉得如何呢？今回韩国は3回目になるんですけれども、いつも仕事で来ていてこんな風にイベントをすることがなかったので、どんなファンの方に会えるんだろうと思って今ワクワクしております。出道超过14年的她在 AB 界已是一姐的地位，粉丝也很关心她会待在业界多久呢？皆さんが応援してくださる限り頑張りたいと思っています。韓国でイベントができると思ってなかったので、こういう形でイベントできているのも長年頑張ってきたからだなって思ってます。不过已经33岁的他也会想转跑道当艺人，有没有考虑来韩国发展呢？韩国のアイドルはもう昔からこうみんなレッスンを重ねてきて、そうとても厳しい修行をしているって聞くことが多いので、今からアイドルはちょっと厳しいかなと思わず無理かなって思ったりして、だからそう、監督を勉強しなきゃいけないんですけど、女優とかなんかドラマ映画とかそういう機会があればいいなって思います。